この突風があった現場付近ではどのような状況だったんでしょうか。はい。ではまずこちらの映像をご覧ください。ははい。はい。こちら、えー、発達した雨雲の状況ですねで。さらにこちら衛星画像で見てみると、日本松あたりに雨雲が湧くのがわかります、はいで。このような状況となったのはなぜかということで、こちらをご覧ください。はい、竜巻の出来方ということなんですけれども、次の画像を映りますでしょうか。 はい、こちら、ですね。地上にこういった大きな風の流れがあるようなところに活発な雨雲が発達してくると急に小さく遠が、まあ、あの小さくなりましてこううの伸ばされるということで回転が速くなるんです、ねはいわばフィギュアスケートの回転のイメージこうやって縮こまると回転が速くなるじゃないですか、はい、あれと一緒の原理ですで。どういうことに注意すればいいかということなんですがやはり頑丈なものに建物に逃げましょう。 また建物の中心部に近い窓の少ない部屋に移動することが大切ですこれ窓窓が割れてしまう可能性があるからですねあと2階より1階が安心です柱が1階の方が頑丈なんです、うん、いつ何が起きるかわからないですからねこのようなことをしっかりとあの心がけておきたいなと思います